ダメですね。わかんないです。どうしたらいいか。いろいろ、見たんですけど。もうどうしたらいいかわかんない。マジで。難しいな。はい。本当にわかんないわ。これ、どうしたらいいんか。難しいね。難しいです。はい。難しいです。どうしたもんだか。はい。とりあえずですね、もうちょっとマシになったことを願ってちょっと前に進んでいきます。ツイキャスの方は全然問題ないですね。ニコ生より、ニコニコよりツイキャスの方が見える。なぜなんでしょうね。不思議だな。はい。ということで、ニコ生の方、ごめんなさい。多分、新配信になってからなんかちょっとおかしいんかな、やっぱり。なんか変な感じですね。特に何も変えてないんですけどね。ビットレートも下がってるしな。いやー、うまくいかないですね。はい。ということで、まあ、進めていきます。もう、とりあえずは。はい。ということで、今回はサポレジを使っていきたいんですけども、ちょっと画面を切り替えて、はい、ちょっと見ていきます。だから古い配信で、次回は古い配信で、してみます。一度。はい。皆さんからも提案いただいたんで。はい。ということで、ナンシー、実は、はい、10万スタートでまた切り出し戻って、頑張りたいと思います。今回はサポレジを使っていくんですけども、結構ドル円動いてますね、今日。なんかちょっとブレイクして、ダブルボトムだったっけ？ダブルドボトム。バトル、ダブルブルブッパ、ダブル、ダブルボトム、はい、になってたんだけども。今どうなってるかな？新配信、宇宙人、全然聞き取れない。参ったな。皆さん、ツイキャス、本当にもうこの際に、ちょっとツイキャス、ナンシー、もし登録いただいてたら、ちょっと、後で見てみろよ。ちょっとこれダメなんかな？ここに、つけたら。誰かツイキャス見ている方、そこのリンクを、ここに貼り付けていただいていいですか？ナンシーが貼り付けたら多分問題になると思う。多分 わかんないけど。はい。ということで、そうですね。今、1時間足、ドル円で見てます。で、サポートレジスタンス。一応、BO って短期取引になるので、ナンシーは、このままですね。1時間で、とりあえず、ある程度、てか、窓、でも埋まってるんだ。水平線をですね、ちょっと引いていきます。ここをブレイクしたら、おそらく、上がっていくな、とか、次の目安はここだなっていう思うところに線を引いていきます。今ちょうどここの水平線抜けてるので、まあ、上がるんかなみたいな。でもヒゲが長くなって戻ってきたら、またこの範囲内で多分動き出すと思うんで、まあ一番近い直近の水平線を引いていきます。何言いたいねん。もし打ち込んでもらった方が会話になるのでは。はい。ありがとうございます。はい。ツイキャスなら問題なくいけるっぽいか、ニコ生側に問題だろうね。そうですね。皆さん、申し訳ないですが、申し訳ないですが、今日は、このまま、はい。このまま、放送、進めます。次回は、旧配信使ってみるので、今日は、ツイキャスから見れる方、見てください。入れとこう。はい。ということで、では、ちょっと進んでいきますね。で、で、まあ、これはさておき。はい。水平線行きました。で、次に、まあ、5分足。ちょっ
ちょっと見ていきます。で、今、サポレジで1時間で引いたものが結構5分でも、まあ、利用できるかな、みたいな感じですね。で、5分での直近で水平線をちょっと、1個だけ引けるところがありますね。かな。うん。で、次に、直近はそこだけども、あとは、ちょっと近いところでここも引いておきましょう。で、次は一本足を見ていきます。はい。で、一本足ではこの間で結構でも追加していきます。6つまでですね。見える範囲で追加するのは。だから今4つあるんで、あと2つだけ追加していきます。で、あとは、ちょっと近いかな。ちょっと近いかなとは思うけど、このあたりで。はい。ということで、これで取引をしていきたいと思います。1万、どうしようかな。3000円からスタートしようか。で、基本的にはどちらかというと、今、ちょっと上方向に行ってそうなので、下がってきたら買いっていう形で取引を行いたいと思います。そうですね。あ、おかきさん、こんばんはです。重たいね。プチプチ途切れて見れないや。そうなんですよ。だからツイキャスでは問題なくいってるんで、多分おそらくニコ生の側の問題であろうということで、はい。なのですいませんが、次回は旧配信で一回試すので、今日みたいな問題がちょっとマシになるかなって期待してるなしです。とりあえず下がれば買いでしょ。そんな待てないしな。どうしようかな。そんなに待てないから、やっぱりこの範囲で取引しよう。ここで買い。うん、それでいこう。ここでも買い入れちゃっていいか。ねえ、せっかくニコ生楽しいのにね。プツプツで何言えるか全然わからん。うん、どうにもならないな。どうにもできないです。本当に。ツイキャスでは普通に見れてる。クーさん見てますよ、チラ。チラが来ましたね、チラが。はい。下がってきた？これタッチしてたの？タッチしてないな。タッチしてなかったけども。タッチしてないけども、ここでもタッチしたらはいしちゃおうかな。はい。はいしちゃった。はいしちゃったよ。下がれば、またはい。ここまで下がればまたはい。ひどいな。いやーもうだってどうしようもないじゃん。なんし何もできないよ。ツイキャスを見てください。宇宙人、うん、かもね。はい。うまくいったので、また額下げでいきます。ライブ何しおわつです。あ、吉村さん。あ、どうもです。ありがとうございます。何しは日本の方。日本の方ではないな。アメリカの方かな。次、下がってくるのをまた待ちます。なんかナンシー今日ね、ちょっとね、ご機嫌斜めなんだ、実はというと。なんかね、めまいがする。
下がれ、下がれ、下がれ。下がるんだい。下がったら買ってやる。上がれ、下がれ、上がれ。なんでこんなにプツプツなん？知らん。日本語うまい。ありがとう。ニコ生側の問題です。遅いなってないよ。うん、知ってる。ツイキャス、もうニコ生に文句を言ってください、皆さん。そう。マジでどうもできないです。ツイキャスは普通に見れてるんで。はい。はい、下がってきた。どうしようもできないんですよ。何度かちょっといろんなもの試してみたけど。でも一回、この新配信じゃなくって、次回は、新配信じゃなくって、旧配信使って放送やってみます。うん。え、何をやめとくの？わかれへん。やっとこっちで見れた、カツさん。いらっしゃい。ツイキャスでは見れてるんですね。反省したのは今日はお尻ペンペンしないよ なんですか？やばい。なんでやばいの？わかれへん。3000円。また下がれば、はい、いきます。うわ、上がりよったか。また新たな水平線の出来上がりか。もうちょっと下がってきてほしいな。下がってきておくんなはれ。下がってくるか。お、来たね。ちょっと早いけど行くか。どうしよう。待つ力。はい、来た。はい、抜けたら次のラインで購入と。うわ、抜けたね。また下に来るまで待つか。あひゃひゃひゃ。本当に参ったね。ニコ生なんでこんな調子悪くなったんだろう。なんか変えたんかな。本当にひどいですね。このプチプチ度。やばい。また下がれば、はい、いきます。でも下がってきそうにないね、これね。結構もう上がりっぱなしでいくかもね。めっちゃモザイクかかってますやん。重いね。そうなんですよ。これニコ生だけですよ。ツイキャスでは普通に。はい、放送されてます。綺麗に勝つな、いいな、クーさん、ありがとうございます。気持ちよく勝ててますね。でも下がってきたら、はい、なんですけど、多分これ、
なんか下がってきそうにないですね、もこのまま上がりっぱなしでいくか。下がってきたら、はい、いきます。下がってきたら、はい、下がってきたら、はい、下がれ、下がれ。下がれ、下がれ、下がれ。もうタイミングなさそうですね。ないな。はい。ってことで残り1分ぐらいなので、もう本日はここで終わらせていただきたいと思います。1分間なの？入ろうみたいな感じ？そうですね。1分間のオプションデマンドって言って、購入したところから1分後に判定が決まるっていうタイプです。はい。ってことで、本日は何回トレード？6日か。そしたら、1、2、3回。はい。3回取引タイミングがあって、3回とも、はい、利益になりました。いい感じですね。ということで、本日はここまでで終了させていただこうと思います。はい。皆さん、ちょっとすいません。なんか、ニコ生の方が、うまいこと配信がいかなくて、あれなんですけども、ツイキャスで、はい、もし登録いただけるならツイキャスに来てください。ニコ生重いみたいです。ツイキャス登録お願いします。ツイキャス見れてる。はい、ということで、すいません。では、皆さん、ありがとうございました。じゃあ、みんな、ニコ生のみんな、バイバイ。はい。ああ、ニコ生。ニコ生大変ですね。はい。おかきさん、羨ましいですわ。ありがとうございます。羨ましいですか？ニコ生本当に調子悪かったですね。マジで。ちょっとびっくりした。はい。っていうことで、難しいな、配信って。本当に難しい。てか、トイレ行きたい。ということで、本日はここで終了させていただきたいと思います。てか、ニコ生、あれだね、本当に、どうなってるんだろう、わかんないな。はい。ということで、皆さん、やっぱサポレジ水平線、使えますよ。方向さえ決めて、そっちの方向だけで購入したら、案外、使えますね、やっぱり。いい感じに。皆さん、今のところ何か質問とかありますか？どうですか、取引は。皆さん。はい。いやー、最悪。ナンシー、あれ。ナンシーね、この、ブラシ。みんな女性の方、どうですかね。ブラシってどれぐらい頻繁で洗ってますか？ナンシー、久々に洗ったんですけど、できるだけ1ヶ月に1回はね、ああ、いい匂いする。1ヶ月に1回は、洗ってるんですけど。まあ、ちょっと、取引に関係ないんだけどね。なになになになで、ナンシー、どんな匂い？髪の毛って言われたら、こんな匂い。女性の方はぜひ。でもね、ちょっとね、パサつきがね、すごくなる。これ使ったら。あとはね、これ、ロキシタンのやつなんだけど。あ、見えないね。まあいいや。はい。ということで、本日はここまで。ナンシーね、ロキシタングッズ大好きなんだ。あー、最悪。落としてしまった。そう、ロキシタンの、カジさん、トレンドに入った順張りがいいのかな？そうですね。順張りの方がいいかな。でも結構ナンシー、どんだけ、トレンドでも結構水平線って1分とかで、5分とかで引けるんで、水平線を利用してたら、トレンドの、そうですね。トレンドの方向に水平線を利用するみたいな。おかきさん、今日は全て溶かしました。マジですか？どこで溶かしたんだろう。そうそう、自分の取引って、なんかこう、遡るのってすごい、なんか心に響くっていうか、見たくなくなるんだよね、その日。すごいトレードしてるから、しんどくなるし。でもやっぱり、相場を客観的に一回、まあ、その時じゃなくてもいいんで、スクリーンショットを撮って、とりあえず、ここで負けた、みたいな感じで、
こう丸をして、で、5分足も全部取るんですよ。5分足も1時間足もどういう相場だったかっていう。で、方向だけ矢印でつけといて、で、明日見ようみたいな感じで。で、明日見て、こう、自分がなぜ、どういうふうに、どこで、だいたい相場がどのようになった時に調子が悪くなっていったかっていうのを、ちょっと履歴を残してですね、ちょっとスッキリした時に、ちょっと見て、振り返った方がいいかもしれないですね。ナンシーも。結構他のトレーダーさんとかの、この相場の、相場でどこあたりでこう、こう損失が出てきたかっていうのを見ると、案外客観的に見ると、あ、なるほどね、みたいなポイントが結構つかめてくるんで、ぜひ皆さんも一回やってみてください。ということで、本日は、ここまで、本当にそう思います。そうですね。結構、だから、ナンシーもそうなんだけど、負けるときって、こう、すっごい、力使うから、まあ、メンタル面でも、こう、精神面、まあ、メンタル面だよね。で、すごい集中して、すごいエネルギー使うから、もう負け出すと、もう振り返る力すらないんですよね、その日は。だから、もうその時はパッとやめて、相場から離れて、とりあえず画像だけ撮っとく。で、後ほど見ていくっていう、これがすごい大事だと思います。ということで、Thank you very much! もう明日がある。頑張ろうぜ、一緒に。ということで、じゃあ皆さん、またね。また、明日。明日は何だったっけ？あ、遡って1分取引で、手法でいいなと思うものを提供していくので、今日のやつも結構、入ってくると思います。ということで、じゃあね、みんな、またね。バイバイ。